プロテインキナーゼ B は、グルコースの代謝やアポトーシス、細胞増殖、転写、細胞輸送といった複数の細胞プロセスにおいて、重要な役割を果たすセリン、スレオニンキナーゼで、アクトとしても知られる。アクト1は、細胞の生存経路に関与し、アポトーシスを阻害することが知られている。また、アクト1は、タンパク質合成経路を誘導することもでき、そのため骨格筋肥大や、 一般的な組織成長を誘導する細胞経路において主要なシグナル伝達タンパク質となっている。アクト1を完全に欠損させたマウスモデルでは成長の滞が見られ、清掃や狭戦といった組織では自発的なアポトーシスの増加が見られる。アポトーシスを防ぐことで細胞の生存が促進されることからアクト1は多くのタイプの癌において 主要な因子として関係している。アクトはもともと形質転換能を持つレトロウイルスアクト8の中の癌遺伝子として同定された。アクト2はインスリンシグナル経路において重要なシグナル伝達分子であり、グルコース輸送の誘導に必要とされる。アクト1を欠損しているが、アクト2は正常なマウスではグルコースの向上性は影響を受けない一方、 マウスの体は小さくなり、これは、アクト1の成長における役割と一致している。反対に、アクト2を持たず正常なアクト2を持つマウスでは、軽度の発育不全と糖尿病の表現型が生じ、アクト2は、インスリンシグナル経路に対して、より得意的に機能するという考えと一致している。アクトのアイソフォームは、人のざまな腫瘍で過剰発現しており、ゲノムレベルにおいても、微洗 卵巣癌、水癌、乳癌で増幅が確認されている。アクト3は主に脳で発現しているようであるが、その機能ははっきりしない。アクト3を失ったマウスは脳が小さくなることが報告されている。アクト1は π3k、アクト、エンター経路などに関与している。アクトは pH ドメインとして知られるタンパク質ドメインを持っている。このドメインは コスホイの七度に高い神話性で結合する。アクトの PH ドメインの場合は、PIP3 のどちらかに結合する。PIP2 からにン酸はパイ酸キナーゼファミリーの酵素の実によってリン酸化され、リン酸化は成長過程の開始を細胞へ伝達する、科学的メッセージを受け取った時のみ起こり、細胞シグナリングの制御には好都合である。パイ酸 k は、 G タンパク質強薬受容体やインスリン受容体のような受容体系チロシンキナーゼなどによって活性化される。活性化が起こると Py3K は PIP2 をリン酸化して PIP3 を形成する。PIP3 を介して正しく膜に配置されたアクトは PDPK1 によって308番目のスレオニン酸基が マター国によって473番目のセリン残期がリン酸化されて活性化されるが、最初に起こるのはマター国によるリン酸化であり、これによってその後の PDPK1 によるリン酸化が促進される。473番目のセリン残期に対するリン酸化はインテグリン結合キナーゼやモップコックにといった他の酵素によって行われることもある。活性化されたアクトは、 そのキナーゼ活性によって、多数の基質を活性化または、不活性化し続ける。アクトは、π3K の下流のエフェクター分子であるだけでなく、π3K 非依存的な方法によっても活性化される。非需要体系のチロシンキナーゼであるアック1は、アクトの176番目のチロシン残基をリン酸化し、π3K 非依存的な活性化を引き起こす。インスリン存在下では、 キャンプ量の増加によって、プロテインキナーゼ A を介して、アクトが活性化されることが、研究からは示唆されている。アクトは通常、ターンモチーフに位置する450番目のスレオニン残機が翻訳時にリン酸化される。この残機がリン酸化されていないときは、アクトは正しくホールディングしない。450番目の残機がリン酸化されず、誤ったホールディングがなされたアクトは、 指基賃化されて、プロテアソームによって分解される。また、イグフマイナス1への応答によって308番目のスレオニン残機と473番目のセリン残機がリン酸化されると、指基賃リガーゼであるネド4によって部分的な指基賃化がなされる。リン酸化されて、指基賃化されたアクトはプロテアソームによって分解される一方、その一部は、 指キチン依存的に核へ移行し、基質のリン酸化を行う。癌由来のアクト変異体は、野生型アクトよりも、容易に指キチン化とリン酸化がなされ、より効率的に核へと移行する。この機構が、人での e 軟な系変異による癌に寄与している、可能性がある。パイ酸系依存的なアクトの活性化は、癌抑制遺伝子点によって制御される。 点は常実のパイ3 k の逆の機能を持ち PIP3 を PIP2 に脱輪酸化するホスファターゼである。これによってアクトのシグナル伝達経路から膜極細化因子が除去される。膜への極細化がなくなることでアクトの活性化は大きく減少し、そしてアクトに依存して活性化される下流経路も減弱する。また PIP3 は シップファミリーのイノシトールホスファターゼであるシップ1とシップ2によって5位が脱輪酸化される。PIP3 と PIP2 では下流の応答が異なることが報告されている。PHLPP ファミリーのホスファターゼ、PHLPP1 と PHLPP2 はアクトを直接脱輪酸化し不活性化することが示されている。PHLPP2 はアクト1と アクト3を脱リン酸化する一方、PHLPP1 は、アクト2とアクト3を脱リン酸化する。アクトは、細胞の生存と代謝を調節する。アクトが結合して調節する下流のエフェクターには、n f カッパ b b c l にファミリータンパク質、ドフェブ、MDM2 などがある。アポトーシスに関与するシグナル伝達経路の概要。アクトは、 成長因子を介した細胞生存を直接的にも間接的にも促進する。BAT は BCL-2 ファミリーのアポトーシス促進タンパク質である。ACT は BAT の136番のセリン残基をリン酸化し、それによって BAT は BCL-2BCLX 複合体から乖離してアポトーシス促進機能を失う。また、ACT は アイカッパビー、B、キナーゼを調節することで n f カッパビー、B、を活性化し生存促進遺伝子の転写を引き起こす。アクトは細胞周期に関与することが知られている。様々な状況でアクトの活性化によって G1 期及び G2 期での細胞周期の停止が解除されることが示されている。さらに活性化されたアクトは変異原性の可能性のある影響を受けた細胞の 増殖と生存を可能にし、そのため他の遺伝子の変異獲得に寄与している可能性がある。アクト2は、インスリンによって誘導されるグルコース輸送体グラッド4の細胞膜への輸送に必要とされる。GSK-3 は、アクトによるリン酸化で阻害され、その結果グリコーゲン合成が増加する。また、GSK-3 は WNT シグナル経路にも関与しており、 そのためアクトも WNT 経路に関与している可能性がある。C 型肝炎ウイルスによって誘導される死亡変性にもアクトが関与しているが、その機能はあまり解明されていない。アクトはリソソーム性合成の主要な制御因子であるトフェブに対し467番目のセリン残器のリン酸化によって直接的に調節を行う。リン酸化されたトフェブは核外へ移行し、 活性は低下する。薬剤によるアクトの阻害によって、トフェブの核移行が促進され、リソソームの生合成とオートファジーは活性化される。アクト1は血管申請や腫瘍形成にも関与している。アクト1が欠乏したマウスでは、生理的な血管申請が阻害される一方で、皮膚と血管の細胞外マトリックスの異常に関連した病理的な血管申請と腫瘍の成長が、 促進される。アクトは主要細胞の生存、増殖、そして侵襲性に関連している。またアクトの活性化は人の癌と主要細胞において最も頻繁に観察される変化の一つである。アクトが工場的に活性化されている主要細胞はその生存がアクトに依存している可能性がある。それゆえアクトと その関連経路について理解することは、癌や腫瘍細胞に対する、より良い治療法を生み出すために重要となる。アクト1のモザイク活性化変異は、プロテウス症候群と関連しており、皮膚、結合組織、脳や他の組織の過成長が引き起こされる。アクトの上の機能のため、アクトの阻害剤は、神経芽種のような癌の治療となる可能性がある。 いくつかのアクト阻害剤で治験が行われている。2007年に VQD-002 の大愛症試験が行われた。2010年にはペリホシンがフェーズ2に到達したが、2012年の第3症試験は通過しなかった。ミルテホシンはリーシュマニア症に対して承認されているが、HIV を含めた他の適応症に対しての研究がなされている。 2011年に MK-2206 の進行固形腫瘍に対する大愛症試験の結果が報告され、その後様々な種類の癌に対して大通症試験が行われている。2013年に AZD-5363 の固形腫瘍に対する大愛症試験の結果が報告された。また2016年には AZD-5363 と裏パリブの 併用試験が報告された。イパタセルチ部の乳がんに対する大通称試験が行われている。アクトは現在では、単純、ヘルペスウイルス HSV-1 と HSV-2 の細胞侵入の鍵となると考えられている。細胞による細胞内へのカルシウムの放出によって、ヘルペスウイルスは侵入できるようになるが、ウイルスはアクトを活性化することで、 カルシウムの放出を引き起こす。ウイルスへの曝露前に細胞をアクト阻害剤で処理することで感染率は優位に低下する。アクトの活性化は多くの悪性腫瘍と関連している。一方でマサチューセッツ総合病院とハーバード大学の研究グループによって急性骨髄性白血病においてアクトとその下流のエフェクターであるファキソが反対の 役割を持っているという発見がなされた。彼らは、アクトの活性が低レベルであることとファキソのレベルが更新していることが、白血病患細胞の機能と未成熟状態の維持に必要であると主張している。オムルの患者の資料は遺伝子型に関わらず約40%で、ファキソが活性化しており、それゆえアクトの活性は減少していると考えられる。マウスモデルでは、 アクトの活性化もしくは、ファキソ1、3、4すべての血質のいずれかによって、白血病細胞の成長が減少した。近年の2つの研究によって、アクト1が若年型下粒膜細胞種に関与していることが示されている。15歳以下で発生した JGCT の60%以上で PH ドメインの重複が見られた。重複の見られない JGCT では、 高度に保存された残機に点変異が生じていた。重複が起こった変異タンパク質は野生型とは異なる細胞内分布を示し、細胞膜で顕著に増加していた。これによってアクト1が顕著に活性化されていることがアクト1の強いリン酸化レベルから示され、レポーター発生によっても裏付けられた。RNA シークエンス解析によって発言が、 変化している一連の遺伝子が特定され、それらはサイトカインとホルモンのシグナル伝達や細胞分裂に関連する過程に関与していた。さらなる分析によって脱分化の過程が起こっている可能性が指摘され、トランスクリプトームの異常のほとんどはアクト1の活性化の影響を受けた限られたセットの転写因子を介して行われていることが示唆された。これらの結果は、 アクト1の体細胞変異が JGCT の発症を駆動する主要なイベントとなっている可能性を示している。ありがとうございます。